こ行くの？みんなお腹減ってますか？はい。院長は魚とかが有名だから新鮮なものだからみんなに紹介してあげたいと思います。魚ってそんな変わる日本と？それは今からみんなで行ってみて見たいと思います。みんな呪文覚えてますか？はい。カチャ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 これカチャヤッホー。前髪ない。うわタコ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 すげえ。そこにいるのか。よく寝た。こんにちは。レッツゴーゴー。こんにちは。これ注文した？うん、これはなんか注文しなくてもこういうのは勝手に出てきて無料で、出てきて、これはおかわりできるみたいな。おかわりなんか、食べたい。食べた。うわ、なにこれ？サザンネーム。いけぼえよ。ヘムル。ヘムル。ヘムル。ちょっと待って、早く来たのに。うわ、うわ、チヂミ。ふーちゃんが大好きなチヂミ。チヂミ。チヂミ。うわ、やば。カキ。動いてる。え、見て。細いやつ動いて。逃げそう。かすみ、これ、このまま食べれる？このまま動いたまま食べます。食べてみる。これはもうそのまま食べれる。うん、このまま食べてもいいし、ソースにつけて、くっついてる。ちょっと待って。お皿喧嘩しとって無理。うわ、動いてる。吸い付かれた。うわ、動いた。うん、無理。食べる？食べれる？どう？うん、食べれる。うん、美味しい。うぃ。うわ、魚だ。こんな多くて食べきれる？これまだあれやで、序盤やで。メインメニュー出てきてないで。魚よりも食べる好きな人おるかもしれん。暑い？暑い。じゃあちょっとどうしよう。ちょっと待って、これ待って、取れんない。やっ、お願いします。タコ触り焼いて終わっとるんだけど。うまっ。うまい？うん。何それ？何もつけない。エビ？何もつけない。味なし？新鮮やからや。新鮮やからやな。これマジうまい。マジ？おかわり欲しいぐらい。うわー！お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 ー！うわー！やばい！おいしそう！え、おいしそう！すげー！その感動？夜の出番は？ない。それな、こういうのにつけて食べたらいいか分からへん。見た目一緒やけど日本と違う？日本のよりなんかさっきまで生きとったやつやから、なんか食感があるみたい。歯ごたえ、うん、もちもちみたいな。おいしそう。うん、あ、ボタン。うん、すごい。うまっ。うん、うまっ。歯ごたえあるな。うん、なんか醤油じゃなくてコチュジャンの友達チョウちゃん、うん、をつけて食べても美味しいらしい。うん、つけてみる。つけてみます。辛いかな。ちょっと辛かったです。マジめっちゃつけてもた。うん、酸っぱくなる。うん、辛い。いや、刺身と一緒に食べたら辛くない。そんなに。ネットで見たんやけど、なんか刺身とこの味噌とこの葉っぱを煮包んで一口で食べたら美味しいらしい。サムギョプサルみたい。サムギョプサルみたいな。これに乗っけて、韓国でサムジャンっていう味噌みたいな、それをつけて食べます。これ乗せてサムギョプサルみたいに巻いて。うわ、うん、美味しそう。また失敗するんじゃん。いただきます。どう？なんか違う？そう。うん。ふうかもやってみます。はい、やってみてください。それに白いの。で混ぜて。
辛い？辛くない？辛くない。辛くない。すんで食べます。うん？食べれる？うん、美味しい。うん。よかった。よかった。これ辛くない。なんかみんなが思っとるより辛いかもしれんくて、なんか食べれんかもしれんから、辛ラーメンぐらいの辛さにしてくださいって言ったから、辛ラーメンぐらいやと思う。ただで辛くなくしたから食べてくださいって。おつ辛くない？全然辛くない。マジ？辛ラーメンの方が辛い。かぼちゃっつとったけど、かぼちゃってこんなブニョブニョや。いただきます。うん、おいしい。でかい。いただきます。おいしい。ゆきやもやってみてほしい。これ辛くなったら。いけろ。いただきます。わあ。うん、うん、うん、おいしい。玉ねぎおいしい、玉ねぎ。うち今日の中でやったらこれが一番好き。チュクミが一番好き。チュクミじゃないわ、ナッチ。酢豚みたいなやつあるやん、つけて食べるやつ。そう、タンスユク、タンスユク。あれ韓国料理なの？そうじゃん、多分そう。それ食べたい。これ、うん、出前しようけど、出前でもバカほど食べる。ありがとう。タコはご疲れる。初めて韓国に来て、初ご飯、1回目のご飯で、正直どうやった？なんか韓国まで来て。え、美味しかった。日本のと全然違うから。食べたかやった？うん。同じもんでも味付けが全然違う。うん、わかる。でも美味しい。うん。弾力があってよかった。え、わかる。弾力ある。このさ、無料のやつが嬉しい。わかる。無料多いよな。うん、いっぱい食べれる。韓国で初めて食べたご飯やのに、うん、めっちゃ美味しくて、あの、これから食べるご飯もめっちゃ楽しみになります。楽しみ。もっとなんか味が違うのとか見つけたいよな。楽しみ。いっぱい食べたい。まず、うん、いろんなの食べたい。いろんなの食べたい。いっぱい食べて。楽しみ。いっぱい買い物する。いっぱい買い物する。うん。